皆さんこんにちは。今年度に入って初めてでしたかね。初めて、まあ、それでは年度始めですので、どうぞよろしくお願いいたします。今日の資料は政策会議で話題になりました事項について中心にご説明をしてご質疑等をいただいたと思います。年度の初めなもんですから、各部局と県民局の今年の重点目標というのをいつも最初の政策会議で議題にさせていただいています。これは各部長それから県民局長から説明をもらいました。これずっと言ってると時間が結構かかりますね。1時間半ぐらいかかるんで、どうしましょう。もうご覧いただくということでにしていただいていいでしょうか。まあちょっとご覧いただくと、企画1ページは企画県民部、行財政構造改革の総仕上げ、県庁舎等の整備の検討、それから働き方改革、県立大学、市長との連携、地方分権、特にそれから専門職大学の開設準備、政策創生部長は県政150年の展開と将来展望、地域づくり、広報のと情報共有、科学技術基盤の活用と情報化。3ページは女性生活部長の女性活躍、家庭応援と青少年の健全育成というような形で、それぞれの各所管の重点事項を整理をしておりますので、まあ辞書的に使っていただいたらいかがでしょうか。なんか関心が起きた時にその部は、まあ、重点事項何だったんだろうかというような形で、使っていただいたらいかがでしょうか。これだけ見たからといってですね、事業内容が出てくるわけじゃありませんが、考え方、進め方の基本が見えてくると思いますのでご活用ください。そういう意味ではですね、その3つ目に資料として置いてあります活力あるふるさと兵庫実現プログラム、昨年の12月に発表させていただきましたが、これは公約をですね、具体化していくプログラム、公約を県政の中で位置づけて具体化していくプログラムとして、昨年の12月に公表させていただいたものですが、今回予算30年度の予算の編成を踏まえて、予算編成の新しく取り組み事業なども加えて改訂版を出したということです。で、7月になると29年の度の実績を踏まえた、またこのプログラムの改訂をさせていただくということになりますので、これをですねご覧いただくと分かりやすい、この今年の重点目標、各部の重点目標とこの兵庫実現プログラムの改訂を見ていただくと大変分かりやすく見えてくるということになるのではないかと思います。例えばどこでもいいんですけどね、分かりやすいのはどこがいいかな、28ページ開いてみてください。適切かどうかよく分かりませんが、先端科学技術基盤を生かしたイノベーション創出という括弧2で、目標は COE プログラムに120社以上が参加するとか、兵庫リサーチコンプレックスで、健康医療分野のビジネスマッチングが
行われて2019年度までに3000人が参加するとか、フォーカスパススパコンを利用した研究開発を170社以上の企業が実施するとか、そういう目標をこう掲げて、その目標に対して、年度別に、数値目標を掲げてその達成を目指していきますと、こういうふうに整理をいたして、います。で、現状はどうかっていうのが、その28年度のその兵庫県最先端技術研究事業 COE プログラム参加企業数18社、28年度累計ですが、29年度で、一応目標は34社を目標にしてましたが、実績はまだ29年実績は7月になったら埋まるということです。で、30年度は56社、2019年は78社、2020年は100社、2021年で目標の122社というように整理をいたしています。文章はあまり書いてませんけれども、県政の進めるあの数値目標を整理して、重要事業の進捗度合いを一覧のもとに見ていただこうとするのがこのプログラムです。ぜひフォローアップしていただきたいと思います。それから2番目がですね、第6次の男女共同参画兵庫県率先行動計画をまとめました。第6次になっているということは、3カ年計画の積み重ねでありますので、平成14年から実施いたしてますので、3年ごとに計画を改定して、サブ6、18、14年、32年までですから、平成30から32年までの3カ年が第6次の計画になっているということです。そして今回の基本理念は、男女とも生き生きと生活できる環境づくり、仕事、家庭、地域、みんな大事ということにいたしています。で、この計画の位置づけとしてはですね、男女共同参画兵庫県率先行動計画で、ありますとともに、女性活躍推進法15条に基づく特定事業主行動計画、兵庫県も特定事業主になってますから行動計画、それから次世代育成支援対策推進法19条の特定事業主行動計画、この両方の行動計画も兼ねているという位置づけです。で、公正と公私アクション8まで並べていますが、主な改正点は括弧3の「あ」にありますように、意思決定過程の女性の参画促進と言っていたのを、女性の活躍とキャリア支援に幅もう少し幅広にいたしました。それから「い」で、男性のアクション6で男性の家事育児等への参画支援を強化をいたして、おります。で、次の A3 の資料を見ていただきますと、右側にですね、計画の数値目標っていうのを掲げさせていただいていますが、採用者に占める女性の割合 40%、管理職に占める女性の割合あと 2年で 15%、それから本庁部局長総統職に占める女性の割合 10%、副課長等の中間管理層に占める女性の割合 20%、 男性の育児休業の取得率は希望者の 100%、 少なくとも全体の 5% 程度、配偶者の出産補助休暇の取得率 100%、 男性の育児参加休暇の取得率 100% など、数値目標に掲げさせていただいているものでございます。それから現状と方向性というのを左側にまとめていますが、これは職員の意識調査をですね、
平成29年11月27日から12月11日までの期間かけて、職員608人に、アンケート調査をした結果であります。そしたら少し愕然としたのは、管理職になることをどう思いますかと言ったら、全く魅力を感じないっていうのが30歳以下の職員で 27.5% もある。これは大変ショックを受けました。上位職を希望しないのは責任が重く、それ以上のメリットがないなんていう話になってまして、その基礎的な基盤が長時間労働だ、こういうような話にのシナリオのようであります。それから、働きやすい職場を実現するためにどうすればいいのかっていうのは、やはり長時間労働の見直しが2つとも来てまして、業務の効率化とか共有化とか職場の意識改革ということが並んでいます。それから仕事と生活の両立では、育児や家事への参加について、積極的に参加している割合は1/4、男性が参加するための必要要因は職場と男性自身の啓発意識改革、ワークライフバランスについて、両立したいが基本的に目指す方向だ、こういうような回答があります。そのような回答なども踏まえて、今回も計画の内容を定めたということです。それで、裏面にですね、裏面に推進方策と主な取り組みをアクション8として書いておりますので、ご参照いただきたいと思います。それから、東日本大震災からの県内避難者で、一人減になっていますが、これは3人家族のですね、お嬢さんが独立をしたということで、ですから家族数は減ってない。一人お嬢さんが定住するということになったということで、一人減になっています。2ページがですね、職員との派遣状況ですが、4月1日現在ですので、兵庫県からの派遣職員がマイナス14の118、それから関西広域連合からもマイナス31の158という数字になっています。これはまた途中でですね、必要に応じて、追加をしていく運びになると考えています。それから、その次は兵庫の農の2018の発行です。すでにホームページなどでも立ち上げているはずですが、兵庫の農、こういう冊子ですけれども、これくらいの厚いトピックスと事業をですね、まとめた冊子ですが、そのガイダンス版を作ったということです。で、表紙をご覧いただきますと、すき焼きの絵が描いてありますが、これは農林部の職員のが描いた絵です。裏面はですね、ハタハタの焼き魚が描かれていますけれども、これも同一人による作品です。中身は脳をめぐる最近の情勢といって、第1部で話題を提供しておりますが、その話題は全て載せて、第2部に、30年度の施策の概要という形で、主な施策などにつきまして、紹介をしているということです。ご活用ください。それから、昨年度行ってきました田島の牧場公園の田島牛
田島牛ですね、田島牛博物館のリニューアルオープンができましたので、この4月の21日にオープンをさせていただくことになります。この土曜日に報道機関向けの内覧会を実施しますので、ぜひご手配をいただいたら幸いです。で、裏面を見ていただきますと、あのリニューアルの基本的な施設整備の概要を整理をいたしております。ウェルカムインスタレーションと田島牛と一緒に写真を撮れるようなところとか、家族で楽しめるプレイコーナーとか、巨大造形プロジェクションで田島牛をマッピングで解説するとか、神戸ビーフや田島牛の美味しさの秘密を紹介するとかという内容になっていますので、ぜひお出かけください。それから続きまして、4月の29日ですが、西播磨フロンティア祭2018を開催いたします。今回はどうもこの29日雨が多いもんですから、舞台は屋根をつけて、舞台を作ろうかという検討をいたしております。出る杭大会も49団体17回の開催になりました。あと西播磨ふるさとバザールは岡山県側のですね、協力もいただきながら行っています。来場者は2万人の見込みですが、チューリップフェアをやり22日は県立大学の理学部のキャンパスを開放し、で28日から5月6日はオプトピアシアターで、コートの映画祭をやり、この29日はこの西播磨フロンティア祭り2018を行うもので、あります。それから5月3日はフリーマーケットを実施いたします。以上私からの説明とさせていただきます。はい、それではご質問をお受けいたします。まずは関係者さんから神戸新聞の遺跡です。一つ、まず最初に重点目標でも触れられて多少触れられていらっしゃると思うんですけども、関西広域連合等で、これまで国からの権限移譲というのを要望されてきたと思うんですけど、なかなか進展しない状況がある中で、今年度、どういうふうな形で具体的にその国の方に、アタックしていくかというようなところら辺で何かあれば教えていただけますでしょうか。結局ですね、今のような条文権委員会に異常事務を要請して、そして異常を立証責任はこちらにある、つまりこれを地方に、やればこんなメリットがありますよということを説明をして、それで合格したら移すよというこういう仕組みですから、どうしてもですね細かい事務になってしまうんですよね。で、我々が言ってるのは地方分権の証として権限以上やれとこう言ってるわけですので、例えば広域的な都市計画の決定権限を関西全域だったら関西広域連合に起こせ、そういう主張をしてるわけですね。全然合ってないんですよ今の権限以上の仕組みと。ですけどあえてですね、細かい人も要請しますが、そういう大御国の関西全体にわたるような事務についてもですね、飽きずに何度でも
要請をしていくという方向で、この間の委員会もしっかり取り組んでいこうということで決めさせていただきましたので、昨年も全然相手にされてないような状況であっても、さらに今年もアタックをするということにしてまいりたいと思っています。まあ全然その気がないところにですね、例えば出先機関のね丸ごといかんみたいなことも一つなんですが、全然相手が応じようとしてくれてないような中で、どのような主張をしていくか大変難しいんですが、だからといって相手が応じないから諦めるのではなくて、私たちはこういうスタンスで常に国に対して条文権を要請しているんだという、そのことをできるだけ今度はですね、府県民に対して理解してもらうようなアプローチもしていく必要があるというふうに思っています。ですから国に対しても繰り返し繰り返し要請するし、こんなスタンスで我々は要請しているんだということを府県民の皆さんに理解してもらうような試みもしていく必要がある、その2つの立場で臨みたいと思っています。そもそも府県民に分かってもらうような取り組みですか、それは何か。簡単に言えるのはシンポジウムみたいなことをやるってことが一番手っ取り早いんですが、まあ、会場に来られる方は限られてるから、ですから例えばホームページなどに私たちの首相というような形でですね、掲げるということも試みたらどうかなと思っているんです。はい、あともう一つ男女共同参画の、はい、祖先行動計画ですけれども、先ほど知事のご説明でもあったように特に女性の、県の職員さんですね、30歳以下の女性だとその管理職に、全く魅力を感じないと思う、4割近くになってますよね。 その中で、県の目標としては、管理職に今 15%とりあえずねとりあえずこれだからなかなかちょっと難しいかもしれないという中でも取り組まれていくと思うんですけど、ご説明あったように、どういうふうにそのあたりを取り組んでいかないかと、もう一度お話を。当面ね、平成32年2020年に、女性の管理職率を 15% 目指しているわけです。だけど今年 9.6% なんですよね。であと2回しか人事異動がない、2回、31年度と32年度で実際やれるのかということなんですが、だいぶレールをたくさん敷いてきましたので、そのような意味で、達成できないわけではないのではないかとこう思っています。それで管理職志望が特に女性が少ないんですよね。ですから女性の管理職がバリバリ働いて、そして活躍してるぞというねモデルをね示してもらわないと、やっぱり女性自身もやる気にならないということがありますので、そういうロールモデルをたくさん作っていくということが必要なんではないかとなると、やっぱり管理職の数を増やすということが一つ重要な要素、それともう一つは女性がであれ男性であれ活躍できる場面がたくさんあるんだよということをですね、オンザジョブを通じて実感してもらわないといけないんですね。でそういうためには今日も課長以上の人たちに、年度始めのいわば挨拶をしたんですけど、最後に、課長が先頭に立ってかの雰囲気を盛り上げ仕事をやっていくんだ
特に今年は大転換期150周年ということを考えたときに、今までの仕事の延長で未来に臨んでいくのか、今までの仕事は仕事として踏まえながら新しい課題にどんなアプローチをしていくのか、その辺課長や会員の皆さんでしっかり取り組んでいただくようにしてほしいということをお願いしたんですが、それはそういう意図、つまり、職員の皆さんも県政の推進役として役割をきちっと果たしていかないといけないんですよという意味を課の仕事を通じて理解してもらえるようにしていければなと思ったからお願いしたということです。まあ、難しい課題ですけど、自分のやってることが生きてるんだ、生かされてるんだという感覚をどう持ってもらうかということが重要なんじゃないかと思っています。すみません、 NHK です。1点発表外になってしまうんですけれども、先週解読がハリマダータで、検出されたということで、アサリとか、貝、カキの、出荷自主規制ということになりましたけれども、姫路であったり阿公であったりとか、ああいった地域での影響といいますか、漁業者などですね、影響に対してはどのように見ていらっしゃいますでしょうか。専門家の話ではですね、今年海水温が寒かったから1度から 1.5 度ぐらい低かったらしいんですね。そうするとですね、海藻とかですね、有機塩類が多い方が繁茂する、そういう海藻などの繁茂が少なくて、なんか有機塩類が少なくても活躍できる、植物性じゃなく動物性プランクトン、植物性プランクトンかな、それがね、活躍したんですって、多く発生したんです。つまり普通だと海水塩が高いから普通の海藻類が繁茂するんですが、それが温度が低いのでなかなか繁茂するような環境ではなかったんだけど、一方でですね、貝毒の原因になるようなそのプランクトンがはそういうその栄養塩が少なくても活動を展開することができる性格で、それがかなりの量発生してしまったので、亜光からずっとですね、結果的に解毒症状が出てしまっている、これが一つ。もう一つは大阪湾ですよね。それからですね、大阪湾というのはもともと一般的に貝などの適正環境じゃないんですが、そこから明石海峡を越えてですね、だいぶ中で混んできたんじゃないか、でその影響も出てる。でいずれにしてもその なんていうプランクトンか忘れちゃいました、知ってる？冷水性プランクトン、なんか冷水性プランクトンとか、ね、なんか特別な名前呼んでたねで その2つのルートが考えられて、そのプランクトンが繁茂してしまって、でそれを食べた貝が貝毒 を生じてしまっていると、こういうことらしいんです。でそうだとするとですね、なかなか急に退治できるっていう話ではないので、難しいんですが、カキの方は、もうほぼ
シーズンが終わってるという状況ですし、それからアサリかな、アサリで、これがね連休前までに対応できそうもないんですね。そうすると潮干狩りが、まあ貝取るだけならいいんだけど、持って帰っちゃいけませんので、その潮干狩りがやりにくいという環境になってしまうので、まあ、若干観光客の皆さんや潮干狩りを楽しみにしている子どもたちに迷惑をかけてしまう恐れがあるなということを心配しています。メカニズムをね、整理したペーパーを後で配ってあげてください。農林部からに作ってもらって、一枚紙ぐらい。対策も今後の対応っていうのも書いていただいて、すいません、ちょっと中途半端な説明になってしまって。他にございませんでしょうか。時事通信の江野です。全国知事会の会長に埼玉の上田さんがなることが決まりましてですね、以前ふさわしい方はって伺いしたときにですね、国の方にしっかりと意見を言えるような人だっていうふうなことを指示をおっしゃってました。まず決まったことへの受け止めとですね、それから具体的にどんなことを国にこれから要望していってほしいかというところ2点教えてください。あれ推薦人代表私がなってるんですよね。ですから上田さんはふさわしいんじゃないかというのはあれなんですよね。山田会長誕生の時も上田さんが山田会長との一騎打ちで、まあ、結果として山田会長誕生したんですが、その後もですね副会長をね引き受けられて山田会長と一緒に知事会をリードされてきているわけですので、会長としては一番国と地方との関係もよく理解をされている方だと思いますので、私も推薦筆頭になったと、こういうことです。で、これからやらなきゃいけないことはですね、やっぱり先ほどの質問じゃありませんけれども地方分権の推進に知事会としても提案をしていくということが非常に重要なことからではないかと思います。で、その提案をしていくときに私は憲法が改正が取り上げられているわけですので、知事会としてこういう憲法改正を地方自治を実さらに推進する立場から行うべきだと、改正をこういう形で行うべきだというような提案がなされれば、一つの国に対する、知事会としての提案圧力ということにもつながるのではないかなとこう思っています。それとあれですね、今年ですよね、今年の10月ですよね、消費税率、いや来年度か、来年ですね。だからその来年度の消費税率アップのに関連して、どういう新規施策をですね、地方側から提案できるのかというようなことも一つのテーマになりうるのではないかなとは思っています。毎新聞の井上です。発表事項で少し重なるんですけども、兵庫アクション8 の意思決その管理職のアンケートの結果なんですけども、大変ショックを受けたということですが、まずこの男性でも 16.7% ぐらいがその管理職に全く魅力を感じないと
というふうに答えているんですけども、その、まあ、知事としてはこう男性女性どちらともこう想定以上高いなという印象だったんでしょうか。まあ、男性はそんなにショックを受けるような数字じゃありませんが、30歳以下の女性の 40% ですよね、約で。一方でこう採用に占める女性割合 40% なんていうのをですね目指しているのにかかわらず、やる気がないならこういう目標を立てること自身もどうかなということにもなりかねませんから、だからさらにどうしてかっていうのをですね、考えてみると責任が重いだけでメリットが感じられないというんですよね。責任が重いだけでメリットを感じられない。だけど管理職っていうのはとか仕事っていうのは責任があるから仕事なんで遊びじゃないんですよね、というのをことを考えると採用方針が違ってるのか、あるいはよほどその面接だとかなんかの採用の仕方が悪いのか、それとも入ってからの鍛え方が悪いのか、こんなところをですねやっぱりきちっと分析した上で対応しなきゃいけないな、こんなふうに思います。ただどうもね、書いてみるとあとずっと見てみると、仕事と家庭の両立が困難だとかね、長時間労働の見直しが必要だとかね、なんか労働条件の労働条件とか労働環境の整備が不十分だからそういう意見が出てくる来ているという可能性もありますので、十分さらに分析をした上で少なくとも労働環境の整備はしっかりと早急に進めていくという、それでこれだけ直したんだけどまだ相変わらずこうなのかどうかを確認できるようにしていきたいなとこう思っています。上職希望しない理由でこのメリットが感じられないというのは30代以下の職員の女性の答えなので、その多分自分としてはまだその立場になっていないけれどもそういうイメージが定着しちゃっているというところが多分アンケートからは読み取れるのかなとも思うんですけども、そのやっぱりそこは家庭との両立ですとかというところをより、課長になると部下がを早く返して課長が仕事しているとかね、そういうイメージがあるのかもしれませんので、それはそれで仕事のやり方を変えていくことによって変わっていく可能性がありますので、それで労働環境の整備を急がないといけないのかなと、まずはですね、まずは。それとやっぱり女性も仕事に対して熱意のある人をきちっと採用していかないといけないんじゃないかというふうにより感じました。ありがとうございました。それで今年から少し採用の面接の仕方なんかも変えようとしてますので、来年入ってくる連中がどんな感じになるのかっていうのも期待をしたいところでもあります。ありがとうございます。もう一点今週熊本地震から2年14日で前震から2年になりますけれども、まだ2年ということで、現地では、ようやく自宅の再建が、宅地の整備が終わって再建かかろうかといった、道半ばのところでありますが、県としてですね、今後その熊本とどういうふうに支援をしていきたいということを、これからきっとあれなんですね、生活復興が始まるんですね。だから生活復興に関連して我々の経験が役立つならばそれを現地に提供していく情報として、入れていくということは必要なんじゃないかなというふうに思っています。向こうでも今後の防災センターですとか、そういったその、インフラも充実させたいということで、整備方針なんかをまとめているようですけれども、ここについても兵庫としてアドバイスを求められれば答えるというスタンスなんでしょうか。緊急時期を過ぎてますので、
緊急時期なら押しかけていってもですね、支援をしていくということが必要ですが、緊急時期を過ぎて、新たなステージに入ってますので、主体性を持った復旧復興に取り込まれるべきだし、そのような動きのだと思いますので、そのような地元の主体性を尊重しながら我々として支援できることをしていくというのが基本的なスタンスではないかと思います。何ございませんでしょうか。すみません、まずは項目内からで、活力あるふるさと兵庫実現プログラムの中でですね、ごめんなさい、産経新聞岡本です。待機児童解消ということで、2019年度末までに待機児童ゼロを目指すという数値を書かれていらっしゃいます。まあ、これ達成に向けてですね、どういう施策を取っていくのか、具体策ビジョン等をお伺いしたいと思います。それは数を増やすしかないですよね。ですからそのプログラムも待機児童解消のために保育所の定数を増やしていく、計画的に増やしていくということをプログラムに書かせていただいていると思います。でただですね、大変難しいのは保育所の受け入れ定数を増やすと、新規に働く環境が整備されたんで、新規に子供を預けて働こうという意欲のあるお母さんたちが、今までも増えるんですね。ですからその増える分も含めて、これで解消できるかどうかというところなんですが、2020年ゼロっていうのは目標に掲げてますけど、なかなか努力のいる目標ではないか、このように思っています。関連者、すみません、となると保育所を新しく新設するとかいう部分で、各市町にいろいろサポートする、支援助成するとかってことも検討される？それはもう今福祉の基金で助成としているわけですから、ルールに従って助成をしていくということになります。ただそれだけで本当に大丈夫かどうか、国も2020年ゼロっていうのを目指されているんですよね。したがって我々自身も白旗を上げにくいし、やっぱり頑張る姿勢を示しておく必要があるのではないかと思っています。すみません、項目外からすみません、もう1点、昨日ですね、神戸空港のコンセッション、はいはい、3空港一体運用の、イベントがございました。で知事も参加出席されていらっしゃったと思うんですが、その時はあまり知事のご挨拶の中では触れられてなかったんですが、3空港今のですね、早期開催、あるいは、関西エアの山谷社長、宇野副社長が言われてた地元からの支援というのを期待しているということに対して、知事としてはどういうふうに答えていくのか、それから3空港今のですね、開催に向けてどういうふうに考えてはるのかというのをお伺いしたいと思います。あれでしょう、山谷さんなんかが期待しているというのは、神戸空港をもっと活用しようと思っても、今もう、規制で、発着枠と時間枠と、それから国際枠とそれぞれ枠があって、これ以上活用できない状況にあるわけですよね。したがってそれぞれの規制緩和を地元からきちんと声を上げてやってほしいということなのではないかと、こう思っています。でそのためには、私はそのためにはと一度も思ってないんですが、国がその気になればすぐに治る話なんですけど、なんか国は
19年に3空港懇談会で決めてるから、それに従ってる運用してるので、3空港懇談会を再開して一定の方向付けを待ってやりたいというふうにおっしゃっておられるようなので、まあ、3空港懇談会を開催するということは今後の課題ではないか、で私はできるだけ早く再開すればいいのではないかと思って提案をしています、まあ、どちらかというと幹事は前回も関係連がやりましたから、今回もやはりその流れで、関係連の方に働きかけをしているという状況です。で昨日のパーティーにも大阪の、泉南の、市町村長さん、かなりほとんどかな、ほとんど見えてました。それで坂口高井市長も彼が今会長のはずですが見えてましたので、三空港婚などについてもそういう空気をですね理解をしていただけたんじゃないかなというふうに私は期待を持ちました。他にございますでしょうか。読売新聞上野です。三田市の監禁事件について伺いたいんですけれども、まず三田市のですね方が通報を把握から通報まで1ヶ月かかったということと、あと20年間監禁じゃなくてその相談を受けてからですね、20年以上同じような状態が続いてしまったということについて、今日の記者会見述べているんですけれども、知事としてまず評価、その三田市の対応について評価されるところがあれば、どのように評価されているか教えてください。ちょっと想像でしますよね。20年前に担当した人が直ちに相談をして、例えば児童福祉施設などにとか社会福祉施設などに、収容するようなことを検討しなきゃいけなかったんじゃないかなと思うんですよね。でそれで それがまた横の連絡が十分についていない、そのことが引きずってしまった原因のようですから、よく原因を分析してもらわねばならないのではないかと思います。それで三田市自身がですね、そういう意味で調査委員会を、第三者調査委員会を作ろうという動きがありますので、県としてもですね、積極的にその第三者委員会に参加をして問題点の指摘や今後の対策などについても意見を述べさせていただければなと、こう思っています。それから今回の20年前は20年前として、今回も警察に通報するまでまた1ヶ月ほどかかってるんですが、ここはですね、その監禁されていた子どもさんをすでに、救出して施設に収容したということがあって、もしかするとその刑法的な、問題が生じているとその人たちが思わなかったことが1ヶ月ぐらいかかってしまった原因かもしれません。これらもよく第三者委員会等で調べた上で対応する必要があるんじゃないか、こう思っています。ただ一番の問題点は平成3年に
療育手帳が出されてるのに全然フォローができてなかったんですよね。ですからなぜそれをフォローができてなかったのかというような点がポイントになるところではないかなというふうに思っています。まあ、いずれにしても大変残酷な事件ですね。だからこういうことがもう二度と起こらないようなしっかりした体制を作っていかないといけない。何もサンダだけの問題ではなくてですね、県下市長全体の問題としてしっかり取り組んでいかなきゃいけないのではないかこう思います。すみません、今の回答で2点ちょっと追加で伺いたいんですが、まず、20年前の横の連絡が十分についていなかったの横の連絡というのはもしかして私は全部承知してないから。あ、なるほど。だから今知事は何のことを何をイメージしておっしゃったのか。今言われたことは新聞報道だとかなんかで承知している知識の上で言ってるので、それ以上どうだこうだと言われても答える能力はないな。平成3年の療育手帳の後のフォローですね。フォローはどういうフォローすべきだったというところは何か試験ございますか。あれですよね、サービスが行われてないんですよね。だから療育手帳を出しっぱなしでサービスが全然行われてないということは変だと思わなきゃおかしいんですよね。だからそういうようなところがフォローっていうかその対応がね欠けてたんじゃないかという感じはしますけどね。わかりました。今県としてですね、第三者調査委員会のことをおっしゃったんですけども、県としてどう具体的にどういうふうにこう協力していきたいというふうに考えていらっしゃいますか。メンバーに入るということですね。関係機関を代表して障害者のですね権限についてはその、県の方は事業所とかですねそちらの方に権限があって、でご両親とかそういう方は市町村に権限があると聞いてるんですが、この権限については何かこう今回のことで何か問題になったりとかそういうことっていうのは出てきたりしてますでしょうか。権限の問題ではないんじゃないかって気はしますけどね。これよく原因を踏まえた調査の結果を待って制度的な問題点があるかないかも含めて検討していかないといけないのではないかと思います。実際はそういう役割分担にしているわけですから、その役割分担が不適切なのかどうかっていうのはもう少し情報整理してみないと経験には結論出せないんじゃないかなって気がします。他にすみません、何度も毎週の井上です。先ほどのその三田の事件なんですけども、確認はその、確かに三田市からですね、県の担当部局にこの問題についてその対応についてですね、相談があったりとかっていうことも難しい案件であればあるのではないかなと思ったんですけども、そういうことはまだ確認はされてないという理解でよろしいでしょうか。私は承知してません。それは障害局に聞いてもらったらいいんじゃないかな。されてないんじゃないかと思いますけどね。実際は。あとはちょっと家の中にですね、ずっと留め置かれた状態で、なかなか外からの介入が、難しかったとも思われる事案なので、その三田市で対応ができたのか、いやその三田市がもっと別の対応がないかどうかを他のところに相談するというですね、そういう流れもあってもよかったのではないかと思ったものですから、結果論ですのでね、しっかりとした原因究明と調査を踏まえた上で議論しないといけないんじゃないかというふうに思います。まさに仮定の議論を今の段階でできるような状況ではないんじゃないかというふうに思って、おります。ただあれですね、なくした事例がありましたよね。監禁をずっとしてて子供さんを
大阪ね。だからあの同じような事件が2つ続いちゃったわけですので、やっぱりあのしっかりとしたあの顛末を明らかにした上で対策を、あのおっしゃるようにその権限の問題にも波及するかもしれませんが、あの対策を取っていく必要が出てくるのではないかな、こういうふうに思っています。よろしいでしょうか。すみません、神戸新聞の山地です。あの解読のお話で1点、カキの生産者のお話というよりも、まあ、シーズンがということでしたが、潮干狩りのことで観光客や子どもたちには迷惑をかける恐れがあるということでしたけれども、もちろんあの自然によるものですので、ですが、まあ、大阪でも潮干狩り場への対応というのは同様の対応をこれも取られてきてて、県内で今回、まあ、別のものを取り寄せて対応しているということですけれども、まあ、この先解読が収まるにしてもゴールデンウィークにかかるかかからないか、今の段階でもきわきわな状況ですが、これがゴールデンウィークに入ったとして、潮干狩り場への負担というものが一定量発生しかねない恐れがあるわけですけれども、まあ、観光客の方に負担がかかるのか業者側に負担がかかるのかということは別にせよ、潮干狩りを行うには一定の負担がどこかには新たに発生するわけですが、県としてですね、何か現段階でですね、何かできることというものはあるんでしょうか。持ち合わせてません、はっきり言って。あれ食べなきゃいいんですよね。食べなきゃいいんですが、食べないという保証がありませんよね。特に子供たちだとするとね、家へ持って帰ってそれで、料理をしないで捨てちゃうなんていうことも強制しなきゃいけないから、だとするともう当初からあの潮干狩りは今年は諦めてと言った方があのいいのかもしれない。だからその辺も含めてですね、対応をですね、あの検討中です。はい、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。